弟式とは、鬼鬼刀に伝わる古代日本の人物。山和国式地方を支配する皇族。兄式の弟。古事記では、弟式と表記されている。弟式は、通称で、本名は、黒足という。日本初期巻、第3によると、勘山といわれ彦の天皇の命で、兄、式を呼び出しに行き、弓矢で追い返された矢田ガラスは、弟式の家へ行き、 兄四季に告げたのを、同じ文言を伝えた。天神の子、何時を召す。下側、律は分け、宇治谷武子亭四季は、兄とは異なり、おじけづいてかしこまってこう答えた。真、雨をすがみ至りますと聞きて、短席にかしこじく丸。前期かな、カラス。何時若かこのなく分け、宇治谷武子そして平で八枚を作り、食物を持って共応した。 そしてカラスに導かれて参上し、このように告げた。我が、兄兄、四季、天神の古希でますと聞き入れて、すなわち八十たけるを集めて、兵庫を備えて、値に決戦は、無とす。秀でりに計りたまうべし、分け、宇治谷にたけと、申し上げた。このようにして、弟四季は言われ彦に基準したのだが、古事記では、二位四季、弟四季ともに打たれた、となっており、 以下の歌が披露した、五軍の指揮工場のために歌われたとある。縦並み目て、稲助の山の子の前よもいきまもらした高ば我はや、上主松取よ用が伴え今助けに来ねわけ、小木原浅尾これとほぼ同じ歌が、初期では、兄指揮軍との高倉山の国未宮での交戦の際に歌われている。その後、新有年、岩根彦は、神武天皇として即位した。 翌年の2月2日、恩賞を定める際に、弟式は、式上がた主となった。初期末期第29によると、天武天皇の時代の683年、式上がた主ら14子に、連の姓が授けられている。新先生史録によると、大和神別の式の連子は、神ぎは早日命の孫彦由氏命の後とされている。初期の一書によると、水勢天皇から、 公安天皇の五代の皇妃は、式屋型主の女となっており、初期本文では、高齢天皇の皇后も該当することが次の、公元天皇の記述からわかる。古事記では、伊徳天皇までの三代の皇妃となっているが、水贅天皇の大きさきは、式屋型主の祖、川又姫、伊徳天皇の大きさきは、式屋型主の祖、ふ、昇る朝赤姫命となっている。また同書では、 高齢天皇の皇妃は重子屋形主の女となっているが、前日の初期との比較から、これは敷屋形主と同一のものであるとみなすこともできる。また、初期には神武天皇から安寧天皇までの皇妃を、今年の主身やその子、天日型厳かた命の近親者から排出した記録があり、敷屋形主の居住した式群は、三輪の死の本拠でもあった。上記のことから、 式屋がた主とは、三輪の死の本州と考えられ、その祖である弟式とは、世代的にも、系譜的にも今年の主身の子、伏見方命にあたると見る説がある。この説によれば、式屋がた主は、大王家の最大外籍家となり、大王を輩出したとも見られるが、仙台旧時本義の記事に見えるように、主人天皇の前代に本州が断絶し、物のべしが、 式季屋型主の娘婿となって、式季屋型主を継承したと見られる。また、主人前代に本州が断絶したため、主人町に式季屋型主の分家から一二た,た、泥い西へを探し出し、三輪神の祭祀を継承したものと見られる。このため、静止録や天尊本義に見える式季屋型主の羊伝承は、三輪氏族の式季屋型主を母系を経て継承した。 物のべ氏族の式あがた主のものと考えられる。経図においても大名不命の孫、菓石あしにが、慶光町に和式のあがた主になると記される。演儀式によると、記念祭、月次祭、広瀬の大記祭に祭し、祝とを唱えることで、和の六県での祭祀が行われた、とある。六五県で生ずる天な震祭を天皇の食前に給する結果として、 六五剣の住民神の神前に平白を捧げ、感謝の死を唱えることになっていたという。また、先に挙げた弟四季の八田ガラスの教王記事からは、剣主家の女性が天皇の食事に奉仕し、剣神の体現者として天皇と添い寝する儀式の存在を思わせる。彼女たちのような巫女の存在が、三品秋秀の言うような葬儀的な母子関係を伝承してきたものとも想定する説がある。 いずれにしても、古くから天皇家は、敷地方のあがた主と密接な関係があったことが伺われる。ありがとうございます。